トムロフトのレース場と飼育日誌鳩と一緒に遊びましょうおはようございます9月8日日曜日の朝です今日の空模様です今日の天気は晴れ風は北風1メートルから2メーター。弱い北風が吹いてます今日の朝もいい天気ちょっと蒸し暑いんですけども今日あたり 訓練に行かれてる方も多いんじゃないかなと思います。私もそのうち行きたいなと思ってますけども、まだまだですね。もうちょっと時間がかりそうです。出社口を開けて外に出てきました。鳩が飛び立たないですね。今日は昨日にも増して飛び立たないですね。いつ飛び立つのかななんて思って見てるんですけども、 なかなか飛び立たないだんだん飛び立たないこう時間が長くなってきましたね急車の中にも鳩残ってますんでこれから急車の中に入って鳩を追い出していきたいと思います社外を開始しまして25分が経過しました社外直後に遠征に行ってしまった鳩今は戻ってきたところです他急車の鳥と一緒に戻っ ってきてますね結構な波数 i 級車なのかなそれとも昨日いたうーん n 級車なのかななんて思いながら後を眺めてます戻ってきて上空なかなかいい感じの飛翔をしてますこれだったらばもう少し長い時間飛んでくれそうですね今日の級車内の気温26.3度 うーんまた徐々に朝の気温が上がってきてます。多分これが今年一番最後の25度超えになってくれればいいなぁなんて思ってます。いやー暑いのはもうちょっと飽きてきました。喉がねこれ若干このガラガラ声なのはクーラーの影響なんですよね。クーラーに当たってるとだんだんこういうの喉がガラガラになってきます。 流角酸でも飲んでるんですけどね、それでも戻らないですね。また欅の木の向こう側に入り、沿線に行ってしまいました。社外開始しまして、55分が経過しました。あとはまだ飛び回ってます。先ほどまで多球車の鳥と一緒に飛んでいたんですけども、多球車の鳥は徐々に徐々にこう旧車の方に帰 みたいで減ってきてますこの集団まだ他球車の鳥何馬か一緒に混じってますねその影響もあるのでしょうかね割と広い範囲を飛び回ってます55分間飛んだ割にはまだ元気な飛翔を見せてます時々今日はダッシュしてんですよねえ、毛巾かななんて思いながら、えー、見てましたけども毛巾の姿は見えませんでした 今はちょっとスピードダウンですね。またそのうちこうスピードアップして、飛び回ってくれると思います。いや、日差しが出てきて、どんどん蒸し暑くなってきてます。うん、今日も厳しい残暑の日になりそうです。ただいまの時間七時になりました。 飛翔時間七十五分経過しています今日も元気よく飛び回ってくれてますいいですね七十五分この間行ったダラダラというのではなくてえ今日の飛翔は割とスピード感ある飛翔をしてます今はちょっとこうだれたんですけども時々ダッシュするようなビューンという感じの飛び方をしてくれてます 猛禽がやはりどっかで見えるのかな、えー、カラスが小金井公園の方時々、えー、大波数がカー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 鳴いたりしてますんでもしかしたらばん割と近いところまで猛禽がいるのかもしれないですねうんだいぶ滑空になってきましたもうそろそろ降りてきそうです ただいまの時間7時5分を過ぎたところです鳩が低空になって今降りてきました今日の飛翔時間は80分26度超えの気温の中、えー、よく飛んでくれましたこれだけ飛んでくれれば、えー、ありがたいですねスピード感もありました入車口はもう開けてあります、えー、鳩が入りたければどうぞということになってます ただ降りてきたばかりのハトたち、まだ急車の中に入りたいような雰囲気じゃないですね。もうちょっと呼吸を整えてからっていう感じみたいです。それでも喉乾いたハトは入り口に向かって少しずつ集まってきているようです。いや今日の飛翔を見てると、このままの状態を継続できれば、トヤがところにはたくましいハトになったなということを実感できるような気がしました。 今日は多摩中央連合会の1週間遅れのカップリング日になりました10時からカップリングを開始します西武蔵さんの場所をお借りするんですけども私ども台風で1週間ほど延期しちゃったもので西武蔵さんと同じ日になってしまいました西武蔵さんの方ご迷惑かけますけども仲間に入れてくださいよろしくお願いしますということで、えー、今日ハト 社外順調に終えることができました本日もこのブログにご越しありがとうございましたまた次回もお越しいただきたくよろしくお願いします失礼します